どうも、ロクロック組のエンタメラボへようこそ。ロクロック組の決めるすとペチとちょなやきことサクです。ということで、インビジブル第6話直後コース、どうぞ。もへー明るい今日は明るいバージョンで、ありがとうございます。もへー何低いバージョンなの？低いバージョン。もへーも減ってきましたね。今日なかった、今日1もへーでした。1もへー、低もへー、そう、1低もへー、そう、伸びで、まあそのね、キリヒトのね、時に流れたんですけども、いらん欧米解説いらん。そう、そのキリヒトがですね、まあ、かなりのシスコンだったよという、あ、まあ確かに違いないことでしたね。帰ってきておくれよと。いや、そうそうそう、ね、というのも、まあ、キリヒトはね、幼い頃にキリコが言った、はい、ずっとそばにいるからっていう言葉をね、ずっと信じてっていうか、まあその約束を守ってほしいっていうので、ね、懇願してたわけなんですけど、まあお母さんとかがいないからさ、まあ ね、いいじゃないそれ。何そっち側なの？いやいやごめん、めっちゃ俺マルモみたいになっちゃったけど、いやいや、あんなのは約束でも何でもないよと、目を覚ませよと俺は、ね、確かに言いたいんですけども、まあでももう本当にそれがね、キリヒトのまあ目的ではあったわけで、はいはい、うん、逆に言えばキリコの目的は、まあそんなね、キリヒトの今していることをやめさせたいっていうのが目的でありましたね。そう、シンプル。そう、ほんとシンプルな。なんかね、インビジブルってなんかすごい凶悪組織というか、うん、なんかすごい悪の集団かと思いきや、普通ですね。うん、普通の兄弟喧嘩。そうよ。兄弟喧嘩だったっていう、うん。で、女性が警察を頼った。そうなんだよね。ちょっと相談しに行ったって。まあ、普通の構図だよね。割と。こな、うん。まあ今回結構最後に大きい爆弾をね落としてくれたわけなんで、その辺をね中心に考察していこうと思います。もうほんと考察はちょっとこれからさらに盛り上がると言っても過言ではないっていう感じなんでね、ぜひとも考察動画の方一緒に見てインビジブル楽しんでいただけたらなというふうに思います。ということで、金曜ドラマインビジブルはですね、毎週金曜日夜10時から TBS 系列で放送されているドラマでありまして、僕たちはその翌日の土曜日に直後考察動画を上げています。ぜひリアルタイム生放送もやってますので、本編リアタイ直後コース動画3本セットで楽しんでいただければなに思います。早く言えよ。おめでとう。似てる、そんなネチョネチョしてる。答えはノーだ。いや、なんで似てんの、似せる気ないでしょ。では早速やっていきたいんですが、まあね、さっき話したキリヒトとキリコが、まあそのね、決裂したきっかけっていうのが、2年前父親がね、失踪した際に、まあちょっともうこんなことを終わりにしたいんだっていうね、キリコと、まあもっとビジネスを大きくしたいっていうキリヒトで、まあちょっと意見が分かれて決裂したということで、で、その後ね、キリコは父親のことをずっと探していたんだけども、まあ山奥でね、焼身自殺した遺体として、まあ父親が発見されたっていうことで、で、そのね、父親を殺したのは結局キリヒトでしたよ。っていうことだったんだよね。うん、うん、まあというのも、まあ元々ね、犯罪コーディネーターインビジブルの父親がね、いまして、それを継ぐように育てられたのがキリコとキリヒトだったんだよね、うん、そのね、インビジブルのターゲットは法ではね、裁けない人たちだったから、必要悪的のね、立ち位置ではあったんだよね。うん、うんうん、でもキリヒトはゲームのように楽しんでいて、それを、はいはい、うん、そうで、父に代わり報酬次第でどんなこともするっていうこともあったので、うんうん、まあちょっと父親のやり方とは反りが合わなかった、はいはい、みたいなところで父親を殺したっていう理由だったんだけども、うん、まあ多分あれはもう死んだでいいと思うんだよね。まあそうだね、うん、実は父親がもっとボス的な存在で後から出てくるのかなっていうね、考察はしてたけども、はいはいはい、多分もうそういうこともなくて、そうだね、うん、本当にもうインビジブルっていう組織の実態はもう本当に今回の6話で描かれたので、うん、もう全部だと思うので、インビジブルの組織っていうのの全容はもう完全に分かったっていうことでいいと思いますね、うん、はい、はい、で、そんなね、キリヒトは今までの事件も庵野の事件も、まあ弟のキリヒトがコーディネートしてたよっていうことも分かったんだけども、うん、はい、その後ね、捜査一課の五十嵐が庵野さんは偶然居合わせただけで殺されたなんてみたいなことを言ってたんだね、うんうんうん、そうとは言ってたんだけども、あれはどうなんでしょうかね。まあ今ある情報だとそうなるよねっていうことなのかなと思うけど、だって思うけどね、視聴者をそっちに持っていきたいというかっていう感じには思うよね、うんうん、でもやっぱり前回のね、直後でも言ったように、やっぱ OL 殺しを起こして庵野をあの現場に呼び出して殺すっていうのが一連のコーディネートの内容だったのかなっていうふうにも考えられるよね、うん、まあ、こっちの説がより近づいたんじゃないですか。あ、うん、近づいた。今回で内通者がいるっていうことが判明したんで、まあそうだよね、なぜ内通するのか、そうだよね、そういうとこに情報を流すのか、うん、そういうとこですよ。やっぱそうだよね、そういうとこもあるので、あとさ、最後、トーコがさ、そのキリヒトに狙われたじゃん。ああ、そうだね、あの時に庵野って言ってたから、うん、まあやっぱり確かにキリヒトは庵野殺しにかなり関わってるから、うん、
トークをもう一回狙おうとしたんだ。ああ、そうだね。そこにも繋がってくるかもしれないよね。そう、だからね、今言ったように、まあ、今回最後、捜査一課内にインビジブルと繋がっている、誰かがいるっていうことで、うん、まあ、捜査一課内の内通者が誰なんだっていうことになったのでね。うん、はい、だからそれが、まあ、内通者だけで終わらず、安野殺しも通ずる人物な可能性はやっぱり高いよね。いや、そうじゃないですか。っていうところだよね。うん。なんで、やっぱり安野殺しも仕組まれたものだったなら、OL 殺害したね、現場の管轄内だから安野が駆けつけるっていうことが分かる、うん、警察関係者が携わっていそうだよねっていうところもあるよね。うん。依頼者の可能性が高い。そうだよね。うん。前回もね、この辺はいろんな人物をね、当てはめて考察したんだけども、まぁ、今回ね、捜査一課っていうところまで限定されたんからね。そう、セリフでありましたね。そうそうそう。なんで、そこをね、考えて再考察してみると、磯ヶ谷ですね。あら、生放送中じゃん、犬が言ってて、ワンワン言ってたけど、ワンワン言ってないよ。ワンワンは言ってないけども、いや、まあ本当に超ストレートに見て、なんか別にこのドラマを考察とかもせずにポケーっと見てたら、騎士、いや一番騎士ない、誰、騎士、この感じでお調子者なんだってね、知らんわっていう感じなんだけども、普通に見てたらね、やっぱり犬飼だとは思うんだけども、まあ予告もビンビンでしたけど、フラグがビンすぎたね。なんだよね、だからやっぱ犬飼だとちょっとあまりにも過ぎるっていう理由はあるよね。まあな、そう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 、うん、まあ、あと動機が見えてこないっていうところだよね、犬飼だったら、はい、うん、なんかね、不正を安野に見抜かれて、はい、とかはあるかもしれないけども、まあちょっと微妙な線だよね。まあ今回ね、ちょっと怪しいカットはありましたけども、なんかあれはまあブラフに見せかけて、なるほど、うん、そういう風に見せかけて、やっぱりお前だったんかいっていう別の人物が出てくるっていうのが、やっぱりね、このインビジブル、うんうんうん、結構そういう演出多いじゃないですか。そう、今回のドクターもお前だったんかい、ね、まさかのあの女性のね、お母さんの方だったっていうのも、あからさまにね、このドラマも多いので、はい、だ犬飼と見せかけて、やっぱり磯ヶ谷っていう風になってきそうですよね。うん、まあ、捜査一課という言葉が出たので、うん、まあ猿渡りとか、そうだね、消えたんよ、塚地とかも消えたね。そうそう、序盤では2人怪しんでたけども、そうそうそう、その辺もなくなったので、まあ、磯ヶ谷がね、じゃあなんでかっていうところなんだけども、うん、まあ理由はね、前回佐久が言ってたように、まあ磯ヶ谷と安野は同期で、まあなんとしても出世争いで安野には負けたくない磯ヶ谷だったんだけども、やっぱ安野がね、どんどんなんか成果を上げていくっていうことに、まあ焦りをね、感じて、磯ヶ谷がね、安野殺しを依頼したのかなっていうところだよね。そうだね。成果を横取りする磯ヶ谷の演出がちょくちょく出てくるけども、うん、やっぱそれもやっぱ出世や成果っていうのに貪欲である伏線なのかなっていうふうにもね、うんうんうん、まあ思えなくもないよなっていう、ね、いや、まああの演出はちょっと引っかかるし、うん、まあプロフィール見てもですね、やっぱりこの猿渡りを尊敬してますというふうに書いてまして、うん、やっぱエリートであるこの猿渡り監察官になるために、やっぱこう地道に星を上げてエリートになると、うん、そうだね、そういうビジョンがあるんですよ、なんか見えてくるよね。そういう時に安野が邪魔だったら優秀すぎて、うん、それありそうだよね、うん、同世代で一番になりたいと、そうそう、なんかその磯ヶ谷が内通者だったとしても裏が実はヤバいやつでとか、うん、そういうのではないと思うんだよね。やるしかなかったんです、そうそう、とかそっちで、まあ、ちょっと軽い気持ちでとか後悔はしてるみたいな風だと思うんだよね。だからちゃんとポンコツであって、うんうん、なんか要潤演じる演出家の時もちゃんと閉じったと思うんだよね。あれは本当なの、あれは本当だと思う。でもその時になんかね、その演出家が3年前の事件のナイフをデザインしたとか、うん、そういう情報が出てきたから、うん、なんかちょっとね、その3年前の事件に進展がありそうだぞっていう風に、うんうんうん、ちょっとね、危機感を覚えた磯ヶ谷がインビジブルであるキリヒトに連絡して、そこでなんか竹入りを用意させて3年前の事件も片付けようとしたのかなっていう風には繋がるのかなと思ってて、だからまあ内通者であり安野殺しの依頼者であり、実行犯ではないと思うね。まあ実行犯じゃないのこれは、やっぱり警察にやらす必要がない、そうないし、うん、あとそこまでの超恨みがあったとかではないと思うんだよね。まあね、なんか今んとこそうだな。そうそう、あれでちょっと磯ヶ谷には殺せないと思うから、やっぱり実行犯っていうのは、まあ、前回もね言ったようにこの物語のボス的な立ち位置で、まあ、新キャストのクリミナルズとして出てくるっていう感じなのかな。うん、となると犬飼は 0% ですか。
犬か、いや、ゼロの犬の言わせたから、そっち、ちょっと、言う？いやいや、ゼロパートは言えないですね、全然。全然あると思う。まあ、どっちかかなっていう感じですね。他のね、メンバーもいるんだけども、うん、例えば、キリヒトに脅されてとかだったら、そうだね、まあ、もう全然それでまかり通っちゃうんだけども、うん、まあ、ここが来たらちょっと、もう手上げかなっていう感じだよね。ちょっともう、基地とか来たらわかんないですね。はい。はい、ということで、続いては、まあ、今回のね、このドラマの大きな主軸である、まあ、キリコの目的っていうのはね、さっき話したと思うんだけども、もう一個、志村を指名した理由っていうのも、今回ね、明らかになって、キリコの父親が志村を恐れていたっていうことでしたね。はい、そう、うんうん。で、なんか父がコーディネートした事件を志村が調べてて、なんか割といいとこまで行ったっていうので、まあ、こんな刑事は初めてだっていうことをね、父親が言ってたから、だからそのね、志村の実力を買って、で、キリコが志村に依頼をしたっていうか、うん、うん、指名をしたっていうことだったので、キリコが実はアンナと絡んでるんじゃないかっていうかね、そうだね、アンナの恋人みたいな考察も一時期したことあったけども、はいはいはい、全くそんなことはなくて、もう本当にそういう父親がよく言ってた刑事で、うん、腕の立つやつだったから。っていうことでしたね。そうね。うん。キリコにとってアンナはどうでもいいってことやの？いや、そこまでは言ってない。そこまでは言ってないから。ちょっと。ごめんなさい。まあでも、本当でもそういうことよな。可能性あるよ、ね。いろんな事件の一つだった。っていうことでしかないんだろうね。優秀な志村を利用して弟を見つけ出したかったっていうだけね。うん、まあ、まあそうだね。なんかみんなひどい言い回しだけど。まあでも本当にでもそうなんだよね。要は。っていうことなんで、もう割とね、このドラマの考察要素っていうのは減ってきて、そうね、もう残るはやっぱね、今回新たに出てきた捜査一課内の内通者と、まあそこにね、ちょっと付随してるだろう、庵野殺し実行犯依頼者っていう、うん、このまあ3点になってきたのかな。うんうん。でも一番の考察ポイントではあるからね。いや、そうだね。っていうことなんで、本当に。うん、すっきりしたんじゃないですか？いや、かなりね、そう、はい、すっきりして、物語の大枠も見えて、うん、インビジブルっていうのがね、どんな組織なのかっていうのもね、分かってきたし、そうね、うん、なんかやっと物語がクリアになって、より考察にね、集中できるフェーズに入ったのかなっていうふうに思うので、来週以降もね、考察の方、みんなと一緒にね、頑張っていきたいなというふうに思いますので、来週もぜひよろしくお願いいたします。ということで、僕たちはインビジブル以外にもいろんな考察やってます。今日に差し掛かってきたので、はい、最後まで一緒に駆け抜けていきましょう。お願いします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。以上、ロクロクでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。ということで、サク。はい。まさかの内通者が騎士、超意外な理由とは？クラウドファンディング中でしたから、内通者。募ってんの？募って。やだー。内通者募ったら、